名鉄5000系電車は、名古屋鉄道が1955年から1986年まで運用した電車である。名鉄では初めて、カルダン駆動方式を本格採用した車両で、2次に分けて4両編成が5編成、合計20両が製造された。1957年には中間車10両を増備して6両編成で運用された。その後改良型として増備された5200系とともに4両編成にまとめられ、名古屋本線の優等列車にも使用されたが、比例傍車であったことから1986年に全廃され、一部の機器が5300系に流用された。本項では、改良型として1957年に登場し、1987年に全廃された5200系及び5200系の車体が使用された豊橋鉄道1900系についても記述する。また、名鉄の車内では、本形式以降の高性能車について SR 車と呼称していることに倣い、本項でもそのように表記し、特定の編成について記す場合は、豊橋向きの先頭車の車両番号をもって編成呼称とする。第二次世界大戦が終結した直後の時点では日本の電鉄技術はアメリカと比べてかなり遅れていた。この遅れを取り戻すべく1950年前後の各鉄道事業者においては車体及び台車の軽量化と駆動方式の変更と主電動機の小型化を軸とする高性能車の開発が進められており、1951年2月には小田急電鉄において東京芝浦電機の試験車両1048号車を使用した直角カルダン駆動方式の走行試験が行われていた。関係者には相武台実験と呼ばれたこの試験は日本で初の事例となるカルダン駆動方式の試験であった。名鉄においても、騒音のない高速電車の開発に取り組んでおり、まず1951年7月から直角、カルダン駆動装置の試験が開始された。最初に3500系も3501において、試験を行った時には、相武台実験の試験結果をもとに製作された、東芝製直角カルダン駆動試作台車の TT-1 型に、やはり東芝製の SE-507 型主電動機を組み合わせた内容であった。さらに、1952年12月には3850系も3851において、住友金属工業製の FS201 形台車と、三菱電機製のメガバイト 3002A 型主電動機を組み合わせて試験を行った。その後の試験は設計。保守の上で有利な中空軸平行、カルダン駆動方式に移行し、1954年には3750系も3751も3752において、東洋電機製造製の主電動機 TDK821-A 型と、汽車会社製の KS-106 形台車を組み合わせ、東洋電機製造製の中空軸平行、カルダン駆動装置を使用した長期試験を行ったが、この2両では単位スイッチの開閉制御に限り流経電機と単位スイッチを連動させた装置を使用していた。また、同年に製造された3900系の2904編成では、駆動装置こそ旧来の吊り掛け駆動方式であったものの、機器の軽量化が進められた上で、各車両に分散して搭載され、4両編成全体での重量配分を考慮していた。一方、日本国有鉄道では1955年から並行する東海道本線において、豊橋と大垣を結ぶ列車に80系電車を運用しており、これに対抗するため、3750系や3900系2904編成で試験を行った。技術に加えて航空機の技術を応用して、車体を軽量化した新型車両を製造することになった。この新型車両が5000系である。5000系は4両編成で登場し、1957年からは中間車を追加した6両編成で運用されたが、1964年には4両編成に戻された。一方、5200系は1957年に2両編成で登場したが、1964年には1編成を除いて5000系の中間車を組み込んだ4両編成となった。5000系は系列中に3形式が、5200系は系列中に1形式が存在し、すべての車両が電動車である。5000系はも5000型とも5050型で機器を分散配置した電動車ユニットとなっており、先頭車だけで編成を組成することはできない。本説では以下5000系について1955年の登場当時の使用を基本として記述し、増備途上での変更点と5200系については別途節を設けて記述する。更新による変更については遠隔で口述する。編成については編成表を参照のこと。モ5000型は全長 18,725mm、モ5050型は全長 18,830mm、モ5150型、モ5200型は全長 19,230mm で、車体幅はいずれの形式も 2,740mm である。車体は全構成で、在来車と同様の強度を保ちつつ軽量化を図るために航空機の技術を応用し、台枠と車体上部、屋根を一体とした超角構造、モノコック構造とも呼ばれる構造とした。全体的に丸みを帯びているのが特徴である。車体以外の軽量化も行われた結果、1両あたりの重量はそれまでの車両より約5トンの軽量化を実現した。屋根上には通風換気用モニタールーフが設置された。前面は非貫通型の2枚窓とし、曲面ガラスを使用した。側面窓は2連で1組とした全幅 1500mm の2段窓とし、下段窓にはバランサーを装備して開閉しやすくした。車体の塗装デザインは3850形で採用されたデザインが継承され、上半分がライトピンク、窓から下の部分はダークマルーンというに色塗りである。室内の配色については、下半分はライトグレー、上半分は淡赤緑色とした。座席は転換式、クロスシートであるが、戸袋窓部分のみ、ロングシートとしている。空調装置は、直径16インチの送風機6台を設置した。5000系では3900系2904編成で施行された機器、回路の構成を踏まえ、電動車2両を1組として機器の分散配置を行った。電装品等制御装置はアメリカのウェスティングハウス社のライセンス供与を受けていた三菱電機が製造し、使用されている部品についてもウェスティングハウスと共通部品が多用された。5000系で採用されたのは、三菱電機製の主制御機であるアブフム -108 から15、EDHC 型で、8機の電動機の制御を行う、方式の多段単位スイッチ式制御装置である。制御段数は、立項25段、制動23段である。主電動機については、東洋電機製造の直流直巻整粒子、電動機の TDK821-A 形が採用された。主電動機の容量については、全車を電動車としたことによって、在来の AL 車の 65% とすることができたため、出力は 75kW となった。駆動方式は、中空軸平行、カルダン駆動方式で、波数比は78、16=4.875 である。制動装置については、発電ブレーキ併用の HSC、D 型電磁直通ブレーキが採用された。台車は、住友金属工業製のアルストムリンク式軸箱支持方式の金属バネ台車である FS307 形台車が採用された。基礎制動装置は、シングル式で固定軸距は 2050mm である。その他機器補助電源装置は、出力 2.5 クバの CLG-326D 型電動発電機を2台装備し、電動空気圧縮機は DH-25 型を採用した。集電装置は、モ5050系の屋根上でモ5000型と連結する側に設置された。それまでの車両では、車内で乗務員や保守作業の担当者向けに作られる取扱説明書は、使用や操作方法を B4 版の用紙に記述したものを10数枚程度閉じただけのものであった。しかし、5000形の取扱説明書の作成を担当することになった白井晃は、それでは新技術のすべてを伝えられないと考えた。白井は、当時鉄道担当の専務だった土川元に、5000形は今までとは全く異なる概念の車両であるとして、より詳細な説明書を作る必要性を説明した。土川はこれを認め、白井は車両構造の図解やブレーキ、電気回路などの図を作成したほか、電鉄技術動向まで本文に盛り込んだ。この結果、5000形の取扱説明書は高級紙を使用した3分冊に及ぶことになった。1955年12月から5000形に編成が名古屋本線の特急運用に投入された。当時の名古屋本線の特急の認可営業速度は時速 100km であったが、これは吊り掛け駆動の3850系や3900系を使用する設定であったため、運転士は装着にならないように気を使ったという。5000系は自重が軽く、支線区への入線も可能であったため、犬山線、常滑線、豊川線への直通列車にも使用された。1956年7月にはさらに3編成が増備され、名古屋本線特急の大半で5000系が使用されるようになった。なお、1956年10月には、も5057において、日本車両の試作台車 ND-101 系の試験が行われた。5000系の投入後、名古屋本線の特急は、日中でも立ち客が出る盛況となったことから、5000系特急の6両編成化が計画されることになり、1957年6月には中間車のモ5150型が増備された。モ5150型は全長が少し延長されて19メートルを超えたほか、台車が軸バネ式軸箱支持方式の FS315 型に変更された。これはリンク部分の傷みが激しいなどの理由で、保守部門からのアルストムリンク式台車の評価が高くなかったという事情があったためである。なお、1957年に長野電鉄が発注した2000系特急電車の車体において、長野電鉄の意向により、使用条件が類似している5000系を踏襲することになった事例を筆頭に、この時期に日本車両製造東京支店が製造した火車タイプと称される。地方私鉄向け高性能電車は5000系が原型となっている。全面貫通型となった5200系5000系、登場後の成績から、名鉄では名古屋本線の特急、急行をすべて高性能車両に置き換え、犬山線、常滑線の急行についても高性能車両を導入することを決定。そのための増備車両は、車体のモデルチェンジを行い、5200系として、登場した。5200系は先頭車のみの2両編成が6本、合計12両が製造されたが、名古屋本線の特急では6両編成、犬山線、常滑線の急行では4両編成で運用された。また、5200系の投入により、名古屋本線の特急、急行は一部を除いて、すべて高性能車両による運行となった。なお、貫通型となった5200系の正面デザインは、その後国鉄91系電車などにも影響を与えたと言われている。1958年以降は数次にわたり、空気バネ台車の試験が行われた。まず1958年7月には、住友金属工業製のウイングバネ式空気バネ台車である FS322 系。汽車会社の干渉ゴム式空気バネ台車の KS-154 型、日本車両の軸両式空気バネ台車である ND-301 型を5209編成と5211編成に取り付けた上で、長期対応比較試験が行われたが、前述したアルストムリンク式の台車での経験があったことから、これらの試験台車では、アルストムリンク式を避けるように指示が出された。さらに、1959年2月にはも5208に、日立製作所の干渉ゴム式空気バネ台車である KH-21 形の試験が、さらに1960年6月にはも5003に、住友金属工業製の軸バネ式空気バネ台車である FS335 形を装着した試験が行われた。これらの試験を経て、1961年に登場した7000系パノラマカーの台車には FS335 型が採用された。その後、1959年には冷房装置を搭載した5500系が登場。さらに1961年には、戦後の日本で初の全面展望電車である7000系パノラマカーが登場するに至り、5000系と5200系は名古屋本線の主力ではなくなっていった。なお、5003編成は1959年10月11日に発生した大里駅付近での踏切事故に遭遇しても5004が転覆。直後の同年12月18日にも、小田淵駅国府駅間の国道1号と交差する米田踏切でトラックと衝突し、も5003の前頭部が大破したが、後に復旧されている。その後、名鉄では四川区の架線電圧の 1500V への昇圧が進められたが、1964年に架線電圧の昇圧を行った各務原線では、新鵜沼で接続する犬山線と直通させ、名古屋から新鵜沼経由の急行を運行させる方策が立てられた。この急行は6両編成のパノラマカーでは輸送単位が大きすぎると判断されたことから、5000系と5200系の4両編成化が行われることになった。この編成変更は5000系の6両編成からも5150系2両を外して4両にし、外されたも5150系2両を連結順序を変更した上で5200系の編成に組み込むという内容であった。ただし、5200系の5209編成だけは2両編成で残された。これによって、台車や機器は4両編成の中で揃った状態になったが、5200系とも5150型は、車体断面が異なるため、鉄道ファンからは、SR 車の中で最も均整を欠く固定編成とも称された。また、モ5150型には全車両に終電装置が設置されていたが、奇数番号の車両の終電装置については1964年に撤去されている。1966年になると、5000系と5200系の塗色はライトパープル一色に変更された。これは、この時期に登場した3780系で採用されたカラーリングでパノラマカーを除くクロスシート車両にも採用されることになったために変更されたものである。ところが、この色の車両が増えると冷たい感じがすると不評となった上、田園地帯では保護色になってしまうため安全上の問題が生じ、1967年春に塗り替えは中止され、同年夏からはストロークリームにスカーレットの帯を巻くデザインに変更された。ところが、1968年12月には SR 車についてはパノラマカーと同様のスカーレットに白帯を入れたデザインに変更することになり、さらに1970年2月からはスカーレット一色とすることに決まり、短期間の間に何度も塗装デザインが変更されたことになる。なお、1968年にはも5202が各務原線で事故により先頭部を損傷し、1969年の復旧の際に高運転台化されている。1971年にはそれまでジャンパ線や空気連結機などが設置されていなかった5000系の先頭部分にそれらの機器を設置し、車内放送装置も変更した。以後、5200系や5500系との連結運用が行われるようになった。しかし、この時期には5000系は登場から16年が経過して陳腐化が目立っていたため、同年夏から特別整備が行われることになった。特別整備時の組成変更イメージ5000系はも5000型とも5050型で機器を分散配置した電動車ユニットとなっていることから、特別整備は2両単位で行われたが、これらの特別整備の際には、5200系のうち2両編成で、残された5209編成を連結して運用された。最初に整備を受けたモ5001とモ5051については、重整備と称し、外板補修や窓枠のアルミサッシ化だけではなく、客室内の化粧板張り替えや乗務員室の改良なども行われたが、その後の整備は内容を見直し、窓枠のアルミサッシ化程度にとどまっている。5000系の特別整備は1977年12月までに終了し、1978年からは5200系の特別整備が開始されたが、5200系では、加工窓の隙間から雨水が侵入することによる外板腐食があり、保守上の問題があったために、一段加工窓を上段加工、下段上昇式のユニット窓に交換し、合わせて前面の貫通補助の撤去も行われた。1973年に7700系が登場した後、5000系や5200系が座席指定制の特急に運用されることはなくなったが、その一方で、朝ラッシュ時の自由席特急には5000系を2編成連結した8両編成で運用された。しかし、1977年に名鉄の特急施策の変更が行われ、座席指定制特急以外の特急は高速という新種別に変更されることになり、5000系、5200系の使用される最上位種別は高速となった。しかし、1980年代に入ると、いかに高性能車両とはいえども、比例傍車のままの5000系、5200系は、旅客サービス面から時代に合わないものとなっていた。その上、国鉄の1986年11月1日ダイヤ改正では、東海道本線の快速が日中30分間隔に増発されることになったため、名古屋本線の急行列車の充実を図ることになった。すでに名鉄ではこれに対応するため、1986年6月からは、急行用の車両として5700系を導入していたが、大量の新車を導入することは、財政上苦しかったため、5000系、5200系の伝送品や台車を使用して5700系と同様の車体を新造した5300系を製造することになった。この5300系に部品を提供するため、1986年3月から5000系の廃車が開始されることになり、同年9月10日には5000系は全廃となった。さらに、5200系についても同年から淘汰が開始され、1987年8月までに5200系も全廃された。なお、5200系淘汰の過程では、中間車のも5150型を先に廃車にしたため、5201編成、5203編成、5207編成については一時的に2両編成で運用された。5200系の車体を使用した豊橋鉄道1900系5200系については、廃車後に全車両の車体が豊橋鉄道に譲渡され、同社厚見線において1900系として使用されることになった。5200系は名鉄時代には、車体強度の関係で冷房化が見送られていたが、豊橋鉄道では路面電車用の冷房装置を使用すれば冷房化も可能と判断し、三菱電機製の CU-127A 型冷房装置を屋根上に3台設置した。これに伴い、も1900型には冷房用電源としてインバータが設置された。走行装置は国鉄の通勤系車両である101系電車と、近郊系車両である111系電車の2車種の廃車発生品である MT46A 型種、電動機 DT21 系台車を譲り受けたものを組み合わせた。このため、第1から3編成と第4から6編成では、歯車比が異なっており、前車は84、15、後車は82、17とされた。制御装置については、名鉄3880系の廃車発生品である電動化無軸式制御装置である MMCH-10G 型を使用した。主幹制御機は MC-1 系、ブレーキは保安ブレーキ付け自動空気ブレーキを装備するなど、運転取り扱いは厚見線の在来車両と同一となった。前面の貫通扉には伝承式の方向幕が設けられた。3900系は、豊橋鉄道では、初の冷房車、カルダン駆動車として、1986年7月1日から営業運行を開始した。また、全長19メートル級の1900系は、豊橋鉄道の中では、最長の車両であった。その後も1989年までに6編成が増備された。それらの車両のうち、1988年3月から運用開始した第3編成のも1953には、名鉄時代に高運転台化されたも5202の車体が使用されたが、厚見線への入線改造に際して、低運転台に戻されている。1997年7月に行われた厚見線の架線電圧 1500V への昇圧に伴い7300系に置き換えられ、1900系を含む 600V 対応車両の厚見線の全車両が同年9月30日付で廃車となり、台車及び主電動機や冷房装置は福井鉄道や京福電気鉄道に譲渡された。1985年時点の編成。名鉄5200系電車に関するカテゴリー、豊橋鉄道1900系電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。